食べ終わったこのみかんの皮、害虫対策に使えるんです。みかんの皮は乾燥させて野菜の周りに撒くことでリモネンという物質が抽出されて害虫の忌避効果が期待できます。厄介なアブラムシに有効です。使い方をやってみましょう。使い方の一つ目です。乾燥させた皮をミキサーやペンチで細かく砕きましょう。細かく砕いたみかんの皮を株元に巻くだけです。これでアブラムシを忌避させます。嫌なアブラムシをガードしましょう。ぜひやってみてください。またね。